海と日本。仙北市の角館町で稲刈り体験を行ったのは角館中学校の生徒88人。収穫しているのは今年5月に自分たちで田植えをした北小町です。こちらは農業の現場でもプラスチックを多く使用している現状を地域の中学生が実際に農業を体験し米作りを行いながら海洋ごみゼロを発信していくプロジェクトのもと行われました。めっちゃ横切りやん。一回でやんないとグッて。生徒たちは鎌を使った昔ながらの手刈りに少し苦戦しながらも一生懸命収穫しました。最初は恐る恐る鎌を使って一束ずつ稲を刈っていましたが、慣れてくるとペースアップ。よーい、ドン。ちょ待って、わたずいといないで。切れない、一番早くね。刈った稲はそのままコンバインに入れて脱穀作業に入ります。やっぱり一個一個の稲をちゃんと刈ることが良かった。すごい楽しかったし大変だったし。初めて稲刈りやったんですけど、意外と、スピードも早くできて良かったです。収穫したお米は10月に開催された仙北市産業祭で販売しました。お米のパッケージは生徒たちが自ら考えた農業から海ごみゼロのオリジナルパッケージになっています。ありがとうございます。はい、学中生が作りました。環境に優しいお米です。当日訪れた地域の皆さんに元気な声でスプラ米を PR し、予定していたお米100キロ以上を販売することができました。みんなで頑張って作ったので絶対美味しいお米だと思います。プラスチックを使わないで作ったお米を食べてもらって、身近にも環境問題がつながっているということを感じてもらいたいです。生徒たちの意識も環境というものを考えた生活になってきていると思います。海ごみ！海と日本。